どうもこんにちは、もってさくです。今日はですね、台風26号が朝方に、かなり強い風と雨でですね、いろんな被害をもたらして過ぎ去っていったんですけど、まだ風10メートルくらいあるんですけど、一応落ち着いてきたんで、近所をですねちょっと見て回ってるところです。で、10月16日の朝方ですね、まあ、5時から6時ぐらいが一番強かったと思うんですけど、まあ僕の住んでる金沢八景でも、大体最大瞬間で30メートルとか、それで17、8メートルぐらいの風が平均的にずっと吹いてて、まあ台風の後だなっていうような景色になってますね。で、幸いこの近辺で特に大きな怪我とか、亡くなったりとかっていうことはなかったみたいなんですけど、まあ、ちょっとやっぱり見渡すとですね、まあ、だったら危なかったんだろうなっていうようなですね、まあ、こんなものが落ちたりとかですね、まあ、したんでですね、まあ、それと、まあ、ちょっと後ろにも映ってると思いますけど、まあ、この川そんなにね、激しく氾濫するような川じゃないので、まあ、水位がねかなりもう上がってるのは分かると思うんですけど、まあ、そんなに危ない川ではないんですけども、まあ、こんな感じでね、今一番低いところで、まあ、ほど水面まであと15センチとかそんぐらいのところまで、来てますね。で、降水量はだいたい100ミリちょっとぐらいですかね、この辺で降ったのは。で、ここはですね、NHK の、まあ、いつも僕がお届けしている学ぼう防災っていうですね、まあ、台風が来る前にどういうことを考えておけばいいのかっていうようなことをですね、子ども向けの教育番組としてですね、まとめた、まあ、NHK の E テレで放送したやつなんですけど、まあ、そこで防災マップを子どもたちと一緒に作った通りなんですよね。で、まあ、ここは防災ポイントだよなんつってですね、ここを歩いて回ったところなんですけど、まあ、そういうことが、まあ、どれぐらいですね、貢献できたか分かりませんけども、まあ、ちょっとね、まあ、僕の住んでる近くではあんまりひどいことは起こらなかったんですけども、やっぱりですね、結果的に大変なことが起こってる場所もあってですね、まあ、伊豆大島なんていうのもさすがにちょっともう本当に被害が大きすぎて800ミリとか降ってたんで、もう町全体がちょっと防ぎようがないところもある地域だったのかもしれませんけど、一方でね、神奈川の湘南の方ですかね、そっちの方で、まあ、学校が休校中にですね、子どもたちが海を、まあ、興味本位でね見に行ってしまって、ちょっと波にさらわれてしまうという、まあ、非常に起こってほしくないことがですね、やっぱり起こってしまってですね、まあ非常に、やりきれないニュースもやっぱりあったわけですね。で、まあ、このビデオにたどり着いてくれるような人っていうのは、まあ、非常に意識の高い人だと思うので、まあ、このビデオで直接ですね、そういう被害をなくそうっていうような力、僕には現時点ではどうしてもやっぱりないのが現実なんですね。で、じゃあ僕にできるのは何なんだろうなっていうのはやっぱり毎回考えさせられたんですけども、まあ、今回はですね、学ぼう防災っていうコンテンツをやっぱり作った後の話だったので、もうちょっとできることはないのかなってやっぱりもう少し考えたいなと思ったんですよね。で、まあ、ぜひですね、まあ、僕がですね、作ったコンテンツじゃなくてもいいんですけども、どういう行動を取ると何が起こるっていうのは分かった上で行動するっていうのが結局できてれば起こらないはずのことはやっぱ起こらないと思うんですよね。川見に行っちゃうとか、海を見に行ってしまうとか、まあ
間違って近づいたとしても本当に危ないラインまで行かないっていうだけで、まあ別に死にはしないはずなんですよ。でそれをどうしたらいいのかなっていうのはですね、まあ、僕の中でまだ答えはないんですけども、まあ、もしですねこの動画を見て、例えば、まあ、僕の、学ぼう防災のコンテンツをですね、役に立ってもらえる人がいるなと思ったら、まあ、それを見せていただいてもいいですし、まあ、そもそもご自身で、伝えられるという人がご自身の言葉でですね伝えられるという人がいるんであれば、まあ、直接伝えていただいてもいいと思うんですけども、まあね、大きく一気に全部を変えるっていうのは多分難しいと思うんですけど、まあ、一つずつですねちっちゃな一歩でいいので、知っていれば起こらなくていい悲劇みたいなものですね、もう絶対ゼロにしてほしい、ゼロに近づけるためにですね、まあ、これちょっと何か行動を考えてもらえたらなと思ってますということでですね、まあ今日はね、うちの子供も学校休校で、僕も勤務免除ということでですね、自宅で、原稿を書いたりとか、まあ、そういうことを知ったんですけど、まあ、毎年ですね、本当に同じシナリオで、繰り返されてしまうことがあると。で、それを単純にですね、まあ、情報とか知識とか、そういうものはですね、もう巷に溢れ返ってて、触れてはいると思うんですよね。ただその人の行動を変えるぐらいの心にまできっと届いていないから、そういう行動、誤った方向の判断をしてしまうっていうのがですね、やっぱり毎年起こってしまうのかな。だから情報がそこにあるだけではダメなんだなっていうのは、やっぱり本当に、まあ、改めて痛感させられることなんで、そうですね、ただ単に情報だけじゃダメで、自分にとって身近で聞く耳を持つ人同士でですね、伝えるっていうのは何か考えていかないと、いけないのかなというふうにですね思います。で、まあ、僕もですね一人一人ですね本気で伝えられる増やしていきたいな、そういう影響力を僕自身がやっぱり大きくしない限りは、何を言ってもどんなコンテンツ作ってもやっぱり、なんていうか、すべきものを出せないというか、まあ、強く感じたということですね。まあ、一人ずつ増やしていくしかないのかなと思うんですけども、まあ、皆さんにしてもですね、まあ、何か感じるところがあれば、小さな一歩を変えてみて、何か一つ誰かにこれを伝えた方がいいなと思いつくことをですね、ちょっと考えてみて。